ヘップ5とヘップナビオ地図ヘップとは大阪市北区角田町にある複合商業施設である。ヘップ5、ヘップナビオから構成される。名称は阪急エンターテイメントパークの頭文字から取ったものである。ヘップ5は阪急リート同士法人、ヘップナビオは阪急不動産株式会社と東方株式会社が資産所有会社。運営は2008年現在。 阪急阪神ビルマネジメント株式会社が行っている。ヘップ5の前身は、阪急不動産、OS、東方、コマ、スタジアム、阪急電鉄の5社によって設立されたファイ5により、1971年12月3日にファイ5として開業した商業施設である。ヘップナビオは、阪急交通車の前身となる阪急航空ビルと、 東方系の北野劇場、梅田劇場、梅田スカラ座の入る梅田東方会館を開催した後地1 9 8 0年10月24日、地下2階、地上10階建てのナビオ阪急として開業。以来、阪急百貨店梅田本店、阪急3番街、急三32番街などとともに、阪急系列の商業施設の中核を担ってきた。開業当初は、 店舗数120、最上階に1席ある3つの大劇場を配置し、3階にはナビオ美術館も併設していた。1998年10月22日、ハンキュー5とナビオハンキューを一体化する戦略が発表され、ハンキュー5はヘップ5、ナビオハンキューはヘップナビオと解消。これに伴い、ヘップ5に観覧車を設置するなど、 全館で大幅な改装が行われた。旧阪急ファイブと旧梅田駒劇場の跡地に建設されたファッションビル。1998年11月28日、開業、地下3階、地上10階建て。地下2階から地上9階まで、ファッション、雑貨、グルメアミューズメントなどのショップが170店舗以上、揃っている。ヘップファイブの屋上には、 世界初のビル一体型の観覧車が設けられている。一部分が商業施設の中を通るように配された真っ赤な大観覧車は梅田のランドマークともなっている。ゴンドラ数は52台、直径75メートル、最上部の高さは約106メートル。天気の良い時には大阪市内だけでなく六甲山、生駒山なども望むことができる。一階エントランスには 石井達也がデザインした赤い親子クジラのオブジェが吊るされている。アトリウムで流れる BGM も彼のプロデュースによるものである。正面入り口は以前は回転扉であったが、現在は自動扉になっている。過去、館内ではヘップボーイと呼ばれる男性スタッフが案内などを行っていたが、現在は女性スタッフで構成されている。インフォメーションカウンターでは、 ベビーカーの無料貸し出しも行っている。8階には、ヘップホールがあり、演劇、音楽ライブ、お笑い、展覧会、映画祭など各種イベントが行われている。また8.9階には、バンダイナムコアミューズメントの VR アミューズメント施設、VR ゾーン大阪もあったが、2020年10月25日で、閉館。跡地は8階が、ナムコヘップ5店。 9階がガシャポンのデパートヘップ5店となった。2020年11月、同店のプリクラコーナー、エグナムが設置台数40台をもって、世界一多くのプリクラ機器が稼働中の店舗として、ギネス世界記録に認定された。さらに、2020年2月には9階に、ヒューグッド、フロムナムジョタウンが開業した。所在自治体の大阪市は、2020年10月に、 施設屋上から男子高校生が転落した死亡事故を受けて調査を実施したところ屋上広場の周囲に建築基準法施行令の定める基準を満たした策がなかったことが判明。市はヘップを所有する阪急阪神武道山側に口頭で是正指導を行っている。若者のファッション文化の育成を目的としてヘップ5の前身である。 阪急ファイブのレギュラーイベントとして1972年にスタートしたファッションコンテスト。毎回回を重ねるごとに関西はもとより中部、関東にと全国から多数の応募があり毎回激戦が繰り広げられている。第31回には日本全国だけでなく韓国、中国、シンガポール、タイ、さらに オーストラリアやメキシコのデザイナーより2378点ものデザイン側の応募があった。第40回の2017年度をもって終了した。ナビオとはポルトガル語で大きな船という意味で三角形の土地を船のへさきに見立てた外観をしている。地下2階、地上10階建て。地下1階から地上5階は男性用服飾専門店の阪急百貨店、メンズ館。 6階と7階及び、地下2階は飲食店街、7階から9階は、東方シネマズのシネマコンプレックスがあり、直通エレベーターで地上と結ばれている。ナビオ半球時代は、映画館を核とした商業ビルであったが、売り上げ減少に伴い2007年10月28日、映画館を除いて、入居店舗すべてが閉館。その後、建て替え中だった。 阪急百貨店梅田本店の男性ファッションを中心とした別館と位置づけられ2008年2月1日に阪急メンズとして新装、開店した。阪急百貨店メンズ館は2012年の本店の全館開業に合わせて名称を阪急メンズ大阪に改称した。ヘップナビオの地下1階から地上5階までの 総売場面積約1万6000平方メートルは、異性単身熟店のメンズ館を上回り、日本最大であり、約300のブランドが揃う店舗になっている。シネコンとなった当初は7スクリーンあったが、後に1スクリーン増設され8スクリーンとなった。総座席数は2270席。シアター1.23が8階、4.56が9階、7.8が7階に所在している。 音響設備は全館とも5.1チャンネルデジタルサウンドである。他に隣接する梅田楽天地ビル内の映画館を東方シネマズ梅田アネックスシアター9.10としている。アネックスとは別館を意味する。地下街で各線と連絡下記の駅から徒歩約数分マイナス10分程度。地下街で連絡している。一家近い順に記す。ありがとうございます。